はい、いつもございます。坂です。今回なんですよ。今回ね、こちら、ワンダ、モーニング、違う、ワンダじゃないか。はい。こちらね、今回こちら、ライアーミノ、あ、間違えた。むちゃくちゃやろ。はい。ライアーチャッターですね。はい。こちらをね、今回ちょっと購入してきたので、こいつのインプレをしていこうと思います。結構その、ライアーミノとか、AK チャッターとかも、もう定番ですよね。めちゃめちゃ釣れるし、めちゃめちゃ使いやすかったりするんで、まあ、その中でね、このライアーチャッター、食わせに特化したっていう形でね、今回登場したんですけれども、まあ、非常に期待されていたと。はい。で、春頃にね、確か村上春彦さんとかが、別の YouTube とか、まあなんかテレビ番組とかでね、使ってて、まだかまだかと、待ち望んだ末に今、ようやく発売になりました。はい。で、ラインナップなんですけど、まあカラーはちょっと色々あるにして、7g と 10g ですね。この2つを買ってまいりました。で、はい。今回これをね、まあちょっと実際に使ってみてどうなのかやってみようと思います。まずですね、そうですね、どっちから行こうか。まあ 7g しますか。いつも重たいのばっかりなんで、はい。7g ね。で、タックルなんですけれども、7g なんで、まあベイトでもいけるけど、スピニング PE とかの方が、まあ、良さそうな気はします。だけど、今回は、こちら、ベイトフィネスでね、行こうと思います。ジュニアアルデバランに、カバーテクニカですね。グラディエーターテクニクスの。はい。で、ライオン10ポンドですね。これでちょっと行こうと思います。はい。では、早速開封していこうと思います。はい。ヘッドはね、ジグヘッドは1個だけです。ジグヘッドとかチャッターね。はい。こんな感じです。で、ブレード形状が結構特殊ですよね。この、薄、めちゃめちゃ薄いです。極薄ですね。極薄に、このちょっと削いだような感じなので、なんかその、チャターってやっぱ太めだったりとか、厚さがあって、普通のこの、なんていうんですかね、ホームベース型の逆みたいなやつだと、こう結構パワーで、こう水を押してくれて、濁りの中でも音と、波動と、で、出してくれるっていうイメージなんですけども、これはね、やっぱそれは、正直ないかなと思います。なんで、すごい細かいピッチで泳いでくれるって感じです。で、なんかネジ止めされてるんですよね、この頭のところ。あ、愛か。で、可動域っていうのはかなり広いですね。かなり これが広範囲に動いて泳いでくれるっていう感じです。で、ガードとかはそこについてなくて、この止めも別にワイヤーとかじゃなくて、普通のジグヘッド形状ですね。で、針に関しても、テフロン加工ではないです。普通のあの黒い、黒光りしたやつですね。はい。で、あとね、2つライアーミノーがついてるんですけど、このライアーミノーが従来のものと一緒なのかってとこですよね。はい。で、ちょうどね、僕ライアーミノー持ってたんで、ちょっとライアーミノーと比較してみようと思うんですけど、はい。これ一緒。はい。全く一緒です。同一です。同一のライアーミノーですね。の、普通につけれるってやつです。じゃあ、ジグヘッド刺していこうと思います。とりあえず刺す位置とかどうなんだろう。頭も別にカットしなくていいんですよね。位置とかは、ちょうどこのスリットが1個入ってるところがギリギリいいぐらいかなって感じですね。はい。こんな感じかな。まあ、問題ないと思います。はい。こんな感じですね。はい。じゃあ、リグっていきます。あ、でもスナップがやっぱりいりそうですね。スナップは付属しといていただけると非常にありがたいんですけど、まあ、それは贅沢な話なんで。スナップは。スナップちっちゃいのないかもしれない。もういいや、これで。ボンバダのスナップでいきます。はい、じゃあスナップをつけていきましょう。下側ですね、うん。こんな感じかな。もうちょっとちっちゃい方がいいけど、まあまあ、今回これでいきます。まあまあ、これぐらい可動域あっても良さそうですね。で、あとね、今回ちょっといろんなワームをね、これ変えれるじゃないですか、ワームなんで。なんで、これをね、いろいろ試してやってみようかなと思います。いろんな組み合わせができると思うんで。まあ、結局あれですよね、まあ、ライアーミノと一緒でテールはカットしてあげたりとかも可能ということです。はい、じゃあちょっとやっていこうと思います。はい、じゃあちょっとフィールドなんですけれども、朝一です。朝まずめなんですけれども、ちょっと幻想的な感じになってますね。ちょっとシャロー際巻いてみますか。とりあえずちょっと飛距離っていうか投げ感ですよね。あ、よう飛びますよ、飛びます。抵抗少ないんで、で沈むのもめちゃめちゃ早い。うわ、すごっ。もうむちゃくちゃハイピッチ。あんまり早く巻いちゃうと浮き上がるっすね。はあ、なるほどね。すごっ。めちゃくちゃゆっくり引いてもしっかりブーッと震えながら泳いできてくれる。まあ、今 XG です、これ。ギア8ぐらいあるんで。で、これぐらいのスピード。で、巻いて今表層付近をゆっくり泳いでます。お、来た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 。なんか来た。
なんでもシャロー専用って感じですね。そうなるとでもこのスピードレンジもめちゃめちゃいいですね。要するにまあ今までこう巻いてこれないというか、速すぎてこう見切られるというか、速すぎて追いつけない魚とかに対して非常に効果的なイメージがあります。すごいハイピッチ、めちゃくちゃハイピッチ、巻きすぎちゃうと浮いちゃいますね。やっぱり今水深推定多分20センチぐらい、まあもうちょっとあるかな、30センチぐらいですけど、それをこのスピードレンジで巻けるっていうのはなかなかないですね。もちろんあのチャターなんですけど、チドったりはしないです。普通に泳いでるだけ。もともとにライアーミノがもうくそ釣れるんで、それのチャターバージョンとか、それはまあ釣れますよね。やばいなこれ。ただやっぱボトムをこうゆっくり巻いてくるとかはちょっと難しいかなという感じですね。浮き上がりやすい設計なので、そこはちょっと難しいかなと。まあでもリフト&フォールとかはできると思うんですけど、まああのあれがついてないんで、あのガードついてないんで、ちょっと根がかりは怖いですよね。そうなると、そうなると別に他のチャターでもいいと思うんですけど、まあ要するに微波動チャターみたいな感じなので、まあ、沈むのはめちゃめちゃ早いんで、そこからこうライズアップしてというか、上にこう上がってきながらレンジを刻むことはできますけど、やっぱ基本的にはやっぱシャローですね。水面直下とかそんな感じで使わないとちょっと厳しいかなとは思います。まあ、AK チャターもどっちかというとそのあんましそこで使うもんではないんであれなんですけど、それよりももっと表層竿は立てない方がいいですね。というかもうなんかブレードを揺らすという概念を本当にもうそのなんて言うんだろう、ゆっくり巻けて一定の波動が出せるっていうところを意識してやるのがいいんでしょうね多分。すごっ、こんなスピード、このスピードでもめちゃめちゃハイピッチです。ちょっとテールちぎってみますか。テールのこのね、この部分ここをちぎると多分水を受けにくくなるんで、ちょっとあのイレギュラーな感じになるんじゃないかなと思います。あ、ちょっと揺れますね。あの巻き加減これぐらいで、ちょっとクッてやったらもうちょっとでもあの散ります。でこれが効果的に働くシーンも多分あるかなと。あ、もう常に巻いてる時からこの動きがもうすごいこう乱れないけど、まっすぐ引きたいになればあれをつけた状態の方が確実にいいですね。ピチャッターでまあこう皆さん使われてるってなれば、そうですね、まあいろんなあると思うんですけど、まあ、レイドとかのねマックスブレードタイプスピードとか、まあ、あのよりも全然弱いです。弱いというかパワーはすごい抑えめですね。まあ、まさに食わせって感じなんで。釣れそう、ちょっと曲がってる。あ、これやっぱライアーミノーの普通 の, あのワームと一緒でちょっとずれるともうなんかちょっと違和感があります。なんで刺すときはめちゃめちゃ重要ですね。まあそこまでねチャターなんで大差はないとは思うんですけど、気になる人は気になるかもしれないですね。特にこれ今チャートカラーなんで余計目立ちます。もうほんとテール切るだけで全然もう性質変わりますね。なんでこれは使い分けができるなと思います。まあ、例えば見えてる魚とか何かレンジいる魚に対してこうまっすぐ引いてくれるから釣れないとなった時にこうちぎってあげて投げると、もう急にこうちょっと軌道がブレ出すんで、それが効くっていうシーンも全然あると思います。なんか AK チャターって立ち上がりが悪い時ってあるじゃないですか。でなんかそれを別に感じることもないですね。ちょっとでも巻きスピードを変えると一気にブレる。普通にまゆっくりでも若干ブレるんで、かなり繊細な感じですね。まあ、これから多分秋深まっていってどんどん水質も多分濁りが取れて良くなってくる、良くなってくるというか透明度上がってくると思うんですよ。でそうなった時に多分そういう巻物系とか、まあ、効かない時期って絶対あると思うんですよね。巻きたい、散ってるけど魚を呼びつけるにはパワーでちょっと難しいみたいなシーンって絶対あるんで、そういう時には非常に効果的なんじゃないかなと思います。まあ、あと春先とかね、ベイトが絡んだりとか、まあ、マチダベイト刺したりとかする状況でも非常に効果的なんじゃないかなと思います。今 7g なんで、これが 10g とかになるとよりもう少しちょっとパワーよりというか、それでも多分、全てのパーツとかあんま変わらないので一緒だと思います。要するにパワーはないというかね。あ、引っかかるな。やっぱり根がかりは
あんまり当てすぎちゃうと値が上がっちゃうんで、そこは要注意かなと思います。はい、じゃあちょっとね、他のワームも試してみますかね、せっかくなんで。はい、ちょっとねワームいろいろ変えてみようかなと思います。今回用意したのはこれ、まあもちろん一斉の商品なんで一斉系をちょっと用意したのと、これねフルスイング 3.5、 これいいんじゃないかなっていう思いでちょっとやってみようと思います。まずはライアーミノを外しますね。ちなみにライアーミノ弱いんで結構すぐポロポロになっちゃうと思うんですけど、まあ塩がないんで別につけっぱでも錆びないと思います。まずはライアーミノフラット、これでやってみるか。魚ね。はい、まずこちらね、まずもう普通に考えて、なんて言うんだろう、普通のライアーミノより細いですからね、これでもでもいけるんじゃないかな。はい、こんな感じ。もうベイトですわ、これベイト。さあちょっと投げてみますか。これでも使いますからね。もうそれ、これはもう釣れますわさっきのなんか破綻するかなと思ったんですよ、動きを。全然大丈夫です、ライアーミノがいけるんでただまあ透明度が高いやつを使ってるんで、この腹のところが丸見えではあるんですけど、全然使えます。あれ、やっぱライアーミノ自体がやっぱすごいちっちゃいじゃないですか、ちっちゃいワームなんで別に何入れてあげても問題ないと思います。見えないですよね多分これ。はい、間違いない、全然破綻しないです、いけます。はい、これはでもありだな。じゃあ次行こうと思います。次はですね、ヤバくね、チャターのトレーラーとしてね非常に僕は好きなんですけども、ちょっとでかいかな、要は実験なんで、でかくてもいけるんじゃないかなっていうことでね、ちょっとこうヤバくねやってみようと思います。頭カットしてあげてもいいかもしれないですけどね、とりあえずこの状態でいきますね。はい、こんな感じ。すごいな、これはどうでしょうか。重たい、もう普通にやっぱ自重があるんで、全然いけます、全然いけるし、やっぱりこのライアーミノーのライアーチャターの結局そのなんていうの、いいところというか、めちゃくちゃゆっくり引けるんですよね。ゆっくり引いてもちょうどいい姿勢で泳いでくれるっていうのが残ってるんで、ヤバくのつけたところでも全然問題なくいけます。ヤバクネ自体のもともとね、こういうリブがすごいたくさん入ってるんで動きやすい形状にはなってますよね、水噛んで。それに加えてすごいこうプルプルプルと泳いでくれるんで、これも全然いけます。ほう、なるほど、全然破綻しません。じゃあちょっと次行ってみようと思います。なんでね、この場合は例えばシルエットでかくしたいとか、ちょっと強さ上げたいな、だけどゆっくり引きたいなって時ですよね、に非常にいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次はね、これ、こちらパッケージもないけど、ギルフラットジュニアですね。ギルフラットはちょっとさすがにあまりにもやりすぎなんで、ジュニアならいけるんじゃないかなと思って持ってきましたが、どうつけるかな、横差しですよね多分。こういくか、ちょうど魚形状が頭に来るようにしてあげて、はい、こんな感じ。これいいですね、なんか見た目なかなかいかちいです、いい感じ。ちょっとやってみようと思います。いける全然大丈夫です。わあ、いいなこれ。ちょっとでも、いけます、全然いけます、全然いけます。ちょっとでも姿勢は崩れるかな。なるほどなるほど、全然いけます。ギルラットジュニアも問題ないと。すごいな、何でもいけますねこれ。じゃあ最後一ついきましょうか。最後一つこれね、はい、フルスイング 3.5 ね。これでやりたいのは逆付けしてみたいんですよね。要するに浮き上がりやすいチャターだと思うんですよ、どっちかというと。なのでこれで普通につけるんでも別にいけると思うんですけど、逆付け、この要するにテール側下になるようにつけてあげるって感じです。はい、こんな感じかな。はい、こんな感じです。要するに逆付けです。これだと下にこう受けるので浮き上がりにくくなるんじゃないかなと。あんま変わらんな、あんま変わらないけど普通にいいです。ちょっと普通順付けしてみますか。はい、じゃ順付けこれでいきましょう。はい、もう普通にいいですね、もう問題ない、
まあ、今までちょっとやってきて思ったのが、あ、いいな、めちゃくちゃゆっくりでフルスイング 3.5 も超いい感じで動いてくれる。これ、まあ、タイプスピードよりいいんじゃないですかね、もしかしたら。タイプスピードって、まあ、チャターの普通のチャターなんですけど、これは普通に微波動、フルスイング 3.5 にプラスして振動を与えたみたいな感じなんで、これは素晴らしい。あ、お前やばいわ、これ、これが一番やばいかもしれない。やばくねとかはちょっと無理があったりはしたんですよね、正直。ダイヤーだとフラットもまあちょっとチャッターだけが生きてるかなみたいな感じなので、これバランスは一番いいですね、フルスイング 3.5 と。結局やっぱラバーとかがねないことによっていいと思うんで、はい。では今回ね、これライヤーチャターのねちょっとインプレをしていきましたと。魚はね釣れなかったとか全然見えてもないんで厳しいな、はい、壊すぐらい釣れるかなと思ったんですけど、まあこんな感じでねちょっと使っていきました。まあ非常にね、あの汎用性高そうだなと。ですごいゆっくりデッドスローに負ける、めちゃくちゃゆっくり負けるチャターみたいな感じですね。で波動自体も多分そんな音もねそんなうるさくない細かいサウンドなので、まあそれが触性にアピールする可能性もあるし、そもそものそのワームを震えさせてくれるってこともありますよね。でもちろんライアーミノ本体使ってもいいし、テール切ってもいいし、いろんなワームを付け替えてもいいし、いろんなセッティングができることが僕も今回やってみて分かりました。でもちろんキャストフィールもいいし、巻き感のすごい手元に伝わってくるプルプル感とかもあるし、まあ結構やりやすいというか続けやすいかなという感じです。なんですけど、例えばボトムをねズルビーってこう引いていきたいとか、中層レンジをコントロールするってなるとちょっと難しいかなと思います。なんで基本的にはやっぱ浅瀬とかシャローとか、まあ今の時期だとやる気のある魚個体に対してゆっくりで魚にとって追いつけないかもしれないけど、追いつけるスピードレンジで食わせることができるっていうね使い方ができるんじゃないかなと思います。いやいいなこれ、まあ、やっぱりねその普通のチャッターと違ってラバーがないんで、その分水を押さなかったりとか、シルエットがちっちゃいことで魚がこう食べやすいというか、まあ、そうめん食べるみたいなね感じなんですけど、まあちょっと食いにくいなっていう瞬間でやっぱあると思うんですね、こっから、うん、水温が低下してくると。でそうなった時に巻きでもいいし、まあ、基本的にホバストみたいな感じにも近い、まあ、ホバストほど移動距離はそれ抑えられないですけど、ホバストのチャターバージョンみたいな感じです。だからライアーミノーで普通ホバストってめっちゃ釣れますけど、それに加えて振動しながらしっかり強くアピールも、強くというかね細かい振動で食わせに特化してるみたいな感じです。なので本当チャターというジャンルをちょっと外れてるんじゃないかなっていうふうに正直思います。でまあスピードレンジに関してもね、あんま早く巻きすぎちゃうともう浮いてきちゃってするので、できるだけゆっくりですね、はい、という感じで使っていただければ問題ないかなと思います。はい、なので今回ねこちらライアーチャター、まあ今回ね購入するにあたってどうなのかとか、ちょっと気になってるけど実際買うのもなーっていう人に少しでもな参考になれば嬉しいです。はい、では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。